里崎チャンネル。じゃん。こんにちは。オリンピック侍ジャパン選手ズ。もうそんな時期ですか。まあ、開幕してから1ヶ月で、ね、うん、はい、経ったんで、うん、里崎チャンネルが選ぶ現時点の、明日もしオリンピックがあった場合、はい、現時点の日本代表を勝手に決めます、うん、はい。ただですよ、うん、オリンピックってまあ言ってももう夏もうすぐじゃないですか、うんうんうん、ってことは今の成績ってかなり考慮されるんじゃないですか。本当でも、でもここから落ちてくるのと上がってくる人いるんで、あとじゃあ1ヶ月ぐらい、そう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 、この4月5月どう頑張るかぐらいって、うん、5月どう頑張るかでかいね。そうですね、多分6月頭ぐらいに決まるんちゃうかと思ってるんで、はい。じゃあ現時点で、現時点で、はい、っていうところで、まあ基本的にまだね予選が全部終わってないのと、はい、大会形式がまだ発表されてないんで、うん、どうなるか分かんないですけど、北京と同じように野手14人ピッチャー10人の配分で考えます、うん、はい、24人、はい、でピッチャー10人の配分で考えると、はい、まあ、先発は5人いるんで、うん、先発5人リリーフ4人、はい、で1人はユーティリティ的な、はい、先発もできるし中継ぎもできるみたいな人がいるのかなっていうところで、はい、まず先発ローテーション5人決めます、はい、いきますか、はい、どうですかね、袴田さん的に多い良さそうなって言います、今年見てて。そうですね、涌井投手、あー入るね、山本由伸投手、うーん入るね、マークも入れちゃいますか、あーちょっと待ってよ、候補いいよはい、あの巨人から、はい、いや菅野と巨人菅野だね、うん、で高橋も頑張ってる、そうですね、今、うん、で、はい、今村もいいのよ、うん、ね、で中川ね、はい、まあ、先発だけで考えよう。だって今日あのその個人成績見たら、うん、セリーグの防御率が1位、うん、2位、3位全員確か個人だったんです。そう、高橋、今村、菅野ね、うん、ですよね、うん、で阪神が青柳、西、はい、で下下半そうだな、広島が、はい、森下、栗、うんうん、中日、大野、はい、DeNA はちょっといないかな、先発は。うん、でソフトバンクが、うん、まあちょっときついか、ソフトバンクは先発ね、そんな年もちょっともうあれです、ね、うん、怪我してるからね、石川もまあいいんだけど、なんかパッとねこうもう一つ作ってる他の人、うん、今名前挙げた選手に比べてあれだし、はい、で楽天はマー君、はい、で涌井、はい、岸、いやみんないいんですよ、いいね、防御率いいし、うん、今防御率現段階の1位が宮城くんですよ、そうドルクス宮城ね、はい、いいね、うん、ロッテは鈴木がいいのよ、はいはい、新人、うんうん、やっと勝ちましたね、うん、1月にで日本の伊藤もいいのよ、はい、で早川ね楽天、そうです、もう3勝しました、うん、はい、高橋光南もいいしね、あそうですね、あ、うん、オリックス山本、うん、山岡、はい、多いなこれ5人かきついな、5人、5人よ選抜、これきついな、でも選ばなきゃいけない、出だしすごいいいピッチャー多いですね、うん、うん、めっちゃいいよ今、いいですね、そう考えたら、うん、まあ、実績考慮して、はい、まあ、菅野か、菅野山本ね、うーん仕方ないこれは、はい、菅野山本、はい、ここはもう入ります、はい、最後はね、はい、好みだからね、何回も言ってるけど、はい、これ佐藤さん何倍なんで、うん、好み、はい、んで涌井、はい、安定感あるもん、今年は、今年すごいですね、安定感ある、うん、で、あと2人左欲しいね、そうですね、宮城、はい、おお入りました、宮城入れとこう、うん、今すごい頑張ってますよね、うん、で、あと1人、はい、そう今でもあれです、セ・リーグがもう菅野投手だけですね、もうそれはもうあれやろ、西やろ、あ森下、あいいですか、森下投手にします、森下、はい、西、青柳入れるわ、1、2、3、4、5、6、今7人、うん、で、栗林、はい、おー、ルーキー入りました、うん、後ろもいいのいるからな、うん、あれ世界と戦うんですからマー君いらないですか、あ、マー君入れてなかった、はいでもまだで2試合しか投げてないっていうところであれですよね、そうやな、うん、まあ、マー君がまだやな、今の現状だと、そうですよね、まだ60何球しか投げてない、うん、明日もしオリンピックがあった場合、はい、マー君は投げれないから、そうですね、うん、投げれるけど、うん、あ、怖いね、はい、だからマー君入らない、まだ分からないから、はい、あと1ヶ月後入ってるかも分からないけど、はい、今、明日あったらマー君入れない、フリーバイスでしょ、あとじゃあ2人打たれちゃってるけど増田もいいからね、西武の、はい、完全なるリリーフっていう、そうだね、
森もいいのよ。ああそうですね、うん、あ森投手いいですね。森やな、はい、森は中継ぎもしてたからね、うん、はい、澤手が来る前はね全然いけますね、澤、うん、手が来たいる時は中継ぎだった、はい、左いるな中川か、あ中川か、巨人の中川投手、岩崎もいいのよ。あそうですね、岩崎か、どっちにします、岩崎やな、岩崎行こう、はい、だから、これでも10、だから先発は、はい、菅野、うん、涌井、宮城、森下、山本、はい、青柳やめよう、やめる、あかん、あやばい、青柳やめちゃう、青柳ごめんね、でもそのぐらい今いい活躍してるってことです、そうそうそう、菅野、山本、涌井、宮城、森下、西でいい状態の先発を、はい、あの5人使って1人を、はい、オールマイティにしよう、はい、だから次誰がいいかな、平投手とか、あー平、あおおクイックイボン、はい、平ちょっと左ばっかり今左にしようかなと思ったけど平にしよう、はい、これだな、うん、これでいこう、これ10人ですね、うん、なんか抑えもいるし、そう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 、中継ぎもできるし、うん、はい、で左もいるし、はい、これでいいね、じゃあこの10人で、うん、でその先発はこの6人の中でその時状態がいい人を、いい人を5人使って、うん、だね、はい、これがいい、うん、決まりました、うん、さあ続いて、はい、よしよし、キャッチャー、はい、キャッチャー3人、はい、梅野だね、そうですね、うん、これはね、せせせはないから、せせパかパパセだから、はい、だからまあセリーグ代表が梅野、うん、でパリーグ代表は甲斐だね、はい、で、大城やな、じゃあセリーグ2人のパリーグ1人と、そうだね、はい、大城はファーストもできるしね何、はい、かあったらね、うん、まあ、ここが重当かな、で、じゃあファースト、はい、誰いきます、めっちゃいるよな、いますね、村上はもう村上は選抜されるの、うん、はい、だからちょっと村上横に書いといて、村上は、はい、ファーストか DH だから、あ、まあ、必ず入るってことですよね、そうそう絶対入る、はい、村上はもう絶対入る、はい、ファーストか DH、うん、セカンド、はい、やっぱ菊池やな、そうですね、今も絶好調よ、昨日も打ったしね、今首位打者じゃん、はい、うん、そうですね、うん、今首位打者、セカンドはもう菊池よ、うん、でサード、サードはあマッチが頑張ってんな、うん、ショートは坂本よ、はい、ショート坂本、外野、はい、サードは後で決めよう、はい、外野は、まあ、吉田正尚、うん、そうなりますよね、うん、は入れるよね、はい、で鈴木誠也がライトだね、うん、いやなんかこの辺はやっぱ変わらずって感じですね、うん、今柳田って選手があれなんですよね、柳田はねあんまり打ってないのよ、そうそうそう、うん、だからね、はい、今回は、はい、明日会った場合ね、はい、柳田は落選します、明日会った場合じゃあ辰巳でいきますか、辰巳も落ちてるからね今そうですね、明日会った場合はいやでも昨日も結構眠ってましたよ、うん、大島になっちゃうねセンター、はい、3割3分3厘だからね、そうですね、うん、そこには勝てないですよ、うん、あセンター大島選手、ね、そうそうそう、はい、レフト吉田正尚、はい、で鈴木誠也選手がライトで、うん、はい、かな、はい、サード、サードどうしますか、サードちょっと浅村選手入ってないんだな、あ村上 DH、はい、浅村ファースト、お入れれるからすぐ、そうですね、うん、開けてるから、はい、はい、おそれだね、はい、じゃあサードは、サード、サード誰、サードどうしようかな、村上サードっていう手もあるけどね、あーでファースト、あそうかそうか、 DH に違う人でもいいのか、うん、でも村上のサードか、ちょっと守備が、でも村上エラーゼロなんだよね、うーん、山田選手は入んないですか、じゃ状態上がってきてるけどね、まだ、まあ、ベンチもあるからまだ、まあそうですね慌てちゃダメよいやなんかもう慌てちゃダメよ、難しいですね、レギュラー決めるって、いや難しい、だってどれ誰何回も行くけど、はい、誰でも正解なんだよ、はい、そうですねそう、誰、ね、そう誰がやっても正解なの、うん、サード牧もいいしね、うーんそうですね、うん、マッチ宮崎、なんかマッチ松田選手いるとこうチームが明るくなる感じがありますよね、うん、そうだね、うん、大山、あ大山選手いいんじゃないですか、うん、大山やな、サード、うん、サード大山でしょ、はい、これやな、メンバーは、はい、そしてあとベンチに、ベンチがあとね4人か、4人、はい、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,3人、あと3人、あと3人、はい、ここは難しいな、優先しているからねそうですね、うん、外野も内野もできるとかの方がいい気持ちだね、シュート2割4厘やからな、この怪我した時に選手を交代できないから、うん、そのメンバーの中でやらなきゃいけないんだ、うん、
だからそのベンチにいる人たちも誰かに代わってレギュラーとして出ても遜色ないぐらいのパフォーマンス能力がいるわけよ、はいはい、そうなった時にシュート2割4厘じゃな。そうなると内野できる人の方がいいわけですよね。栗原やな一人は。あ、まあ、外野もできて、うん、でなんかあったらキャッチャーもできて、はい、でサードもできるから、でファーストもできるし、はい、栗原いいですね、うんうん、栗原あと2人だから。北京の時はベンチに宮本慎也さん、森野、荒木いた。で慎也さんは内野どこでも守れるし、荒、はい、木も外野やってたし、うん、森野もあのサードファースト外野もできるから、はい、やっぱりユーティリティ性が求められるのね、うん、そう考えるとやっぱ栗原いいよね。いいですね。うん、源田か。源田いるよね。足もあるし守備うまいし、うん、で内野何かあった時の守備固め全部のポジションできるし、はい、源田やな。源田選手、うん、はい。やっぱりあと一人。はい。誰いきますか。ポール。そう、足がめちゃくちゃ速いっていう人は。源田7個してるからね。あ、いいですね、うん、若林が盗塁王で若林は入ってないから、うん、今多分源田はいい方だから、うん、ダイソーにも使えるでしょ。そうですね。あと梶谷がセリーグは盗塁王か、うん、いくつですか今。9。あー結構してます、うん、塩見とくサプライズ選出する好みですか。外野がいいですよ、はい、塩見荻野、うん、でいやーもう信頼感になる。はい、多いのでいいよな。だって浅村がセカンドもできるやろ。はい、できます。で、まあ、村上も、うん、まあ、サードファーストできる、はい、で大山もサードファーストできる、うん、で、まあ、二遊間の控えは源田、はい、で栗原が内外野できて、うん、で荻野が外野と足、はい、スペシャリスト的に、うん、これか。これでどう。いいですね。よくない。うんうん、いい気がします。意外とね。はい。でだから1番、一番誰いきますか。やっぱセンター大島ちゃん、うん、2番セカンド菊池、3番レフト吉田正尚、4番ライト鈴木誠也、5番 DH 村上、6番ファースト浅村、7番サード大山、8番ショート坂本、9番キャッチャー梅野、はい、もしくは西が先発だと梅野、菅野先発だと大城とかね、山本とか来るとか甲斐とかね、うんうん、でそこはもうあの9番でキャッチャー、はい、これはな、はい、いやいいんじゃないでしょうかね、うん、明日あったらね、明日あったら里崎ね、侍ジャパンはこういう性質になりましたけど、ね、はい、皆さんのやつも書いてほしいね。明日あったらだからね、うん、だからピッチャー10人野手14人の、はい、形で、まあ、先発あと控えね、うん、っていうところも一緒に楽しみたいですね。そうですね、うん、もう本番本当のオリンピックはまだ数ヶ月後だから、うんうん、あと1ヶ月の成績っていうのがね。そうそうそう、だからこれを元にまだあと1ヶ月後の5月の末に、はい、あの第2回変わるかな。いやそれは変わるでしょう。変わるかな、うん、すごいのがね出てきたり、あと怪我もあるしね、うん、そうですね、あと怪我からの復帰もあるしね。はい、あでも牧君とかもしかしたら佐藤君とか入ってくる可能性もね全然ある。お佐藤もあるんじゃないの。あ、でも鈴木誠也いるからね。いやそこはちょっと、ここはそうですよね、成績がどうであれ。あとここが柳田がねまだ伸びてくるのとか、丸とかもね、そうですね、休んでたっていう、あと塩見がね、うん、はい、今いい形だから、俺は塩見のサプライズ選手だから、塩見と荻野が勝負だね、はい、そこがどうなるか、うん、どうなるかっていうね、うん、ところで、はい、皆さんの侍ジャパンもぜひ選出してみてください。はい。